羊飼いと狼の子。羊飼いが狼の子を見つけて大事に育てました。こうしておけばこいつらが大きくなった時に俺の羊の番をしてくれるだろう。いや、それだけでなく、よその羊もさらってきてくれるだろうと考えたからです。ところがこの子狼たちは大きくなると隙を見て、真っ先に羊飼いの羊たちに襲いかかりました。羊飼いは散々食い荒らされた羊たちを見てうめき声を上げました。なんということだ、子供だからといって狼を助けたとは、なんとバカなことをしたものだ。悪い人を助けるのは、実はその人たちが真っ先に私たちをいじめることができるようにせっせと力をつけてやるのと同じことです。